今回は呪術廻戦の第267話についての反応集よ。みんなの熱いコメントを見ていきましょう。釘先のバラの復活。ついに釘先のバラが復活。ずっと待っていたこの瞬間、みんなの反応を見てみましょう。おかえりなさい、野原ちゃん。野原生きとったんか。われ、俺は信じてた。その野原は必ず復活するってな。野原かっこいい。おかえりなさい、待ってたよ。喜べ男子、どうも、なのがいい。野原ちゃん、おかえり。すっごい嬉しい。眼帯とかキャラデザが超好き。眼帯のバラで復活とか最高の展開だね。野原帰ってきた、信じてたぜ。ただこれ宿儺も吐き出したし、野原も破壊はできないで、術式指の処理だけは後回しなんだな。野原生きとったんか。われ、おパッピー返し最高かよ。釘先生きとったんか。われ歓喜。急におパッピーとか言い出したの。復活の副作用で頭やられたのかと思ったけど、板取り復活の時のオマージュか。なんだこの王道展開、本当に呪術廻戦か。野原の頭しいに対しての攻撃だから、伏黒には一切ダメージいってなさそうなのも良いよね。やっぱ野原の姉さんよ。眼帯釘先とか最高かよ。うまーい、来てた。本当嬉しい。この回のアニメ版楽しみや。家庭に目をつぶれば今回激アツのオンパレードだったの。おっぱっぴーだよ。バカ野郎のところは普通に感動した。あと乙骨先輩宿儺に対してブラフかけすぎだろ。優秀か。釘先の復活は予想できてたけど、この娘の勝ち気な性格は出てくるだけで安心できるな。片目つぶれててもなおこの感じなの、ほんと好き。おっぱっぴーは熱すぎるな。イタドリがやってたことへの意趣返しみたいな。うえーなけるめっちゃ嬉しいんだけど、本当に来た。本当に釘先ともなりだった。最悪のバラ姉貴一人生存ルートで、モノバラ姉貴なら強く生きていける確信しかないので、ここでノバラ姉貴が復活してくれたのバクアドすぎる。あと5話で完結って状況で、主要キャラ復活は前代未聞すぎて笑うだろう。あとは伏黒の本格参戦だな。もう死んでるんだろうなと思いながらも、心のどこかで諦めきれてなかったのが報われた。本当にありがとうございます。信じてたぞニッタ。やっぱ生き返るよな。だって明言してないし、まだ生き返ってないんだから期待持たせられなくて、伏黒は黙っただけだし。宿儺が警戒しないのも、目が覚めるのがいつかすらわからない上に乙骨のブラフがあって警戒外だからだ。何の問題もない。やった。野原は普通ならリハビリとか必要だと思うけど、ニッタ君の術式でそこもカバーされてたからすぐ動けたんだな。術式だけ通すとかそれありなんか。釘先の術式にはもってこいのやり方だけど。おっぱっぴーだぜバカ野郎、マジでやりやがったぜこの野郎、最高だよニッタ。意識不明の重体のまま固定されてて今起きたってのは、なかなか屋根というか筋肉の衰弱とかも固定できるとか、やっぱ新田強いな。なんですぐ動けんねんって思ってたけど、そうか、新田の固定の術式ってそういう身体の衰弱も止められるのか。強くね。起きて数分で倒れてから、起きたゴタゴタを理解して縛りを構築して釘打ちした。釘先さんすんげー。これってやっぱり伏黒にも釘先が死んでないって情報は伝わってたのかな。展開としては大好きだけど、ともなりでダメージって言おうかった予想通りで驚き。一人死ぬか一人以外全員死ぬかのどっちか。これ五条先生だけ死んで、一年トリオは全員生存エンディング見えてきたんじゃね。釘先が少し前に起きたなら、全員時間稼ぎしただけでかなり貢献してたことになるな。3人生存ほぼ確だな。よし、これもう信じてもいいよね。1年ず3人生き残るって信じてもいいよね。
待って、釘崎が生きてるってことは虎杖と伏黒療法。散々予想されつつネタ枠の扱いでもあったけど、本当に復活すると嬉しい。釘崎の術式って割とメジャーとか言われてた記憶あるんだけど、それの対策してなかったんですか、呪いの王。釘崎ってやっぱり前衛でバリバリ戦うより安全圏で援護してる方が凶悪な術式だよね。スクナにすら通せるなら誰でもダメージ入れられるじゃん。ここでこの展開以外やってきたらさすがに冷めるわ。最後の最後にはスカッとさせてくれないと。野原復活ですごく嬉しい感情があるのと、これからどうなるんだの感情が混在しておる。あれで野原死んだままだったらさすがにマンダ下手すぎだろと思ってたから、ホッとした。おかえり。待て、釘崎が生きているからといってまだ安心はできない。釘崎だけが生き残るパティーンもあるのだからな。普段ならご都合主義とか批判してるであろう展開なのに、俺の魂がどうしようもなく喜んでてムカつく。自分はちょろいからこういうご都合展開大歓迎。処刑人の剣コンボとかも漫画的に盛り上がらんし、しょうがないでしょって割とスルーするちょろさ。状況も何もかも変わってるのに、目覚めてすぐともなってくれるのばらねき、あまりにかっこよすぎて惚れる。作者変わったってくらいの王道展開路線。3人生存確定と見せかけて、釘崎1人生存の可能性もなくはないのが怖い。できればもっと前にこういう展開が見たかったよ。なんでラスト5は前にこの展開なんだ。あまりにも1年ずのターン短すぎない。3人生存ルート開けて最高に嬉しいですよ。釘崎は長らく死んでたけど、虎杖が乙骨と入れ替え修行後に巻き戦で宿儺がやってた魂を知覚した反転術式をアウトプットで施したとかかな。一人だけ生き残るか一人だけ死ぬって話だったから、五条先生だけが死んで教え子3人は生き残るルートじゃね。こっから2人死ぬ可能性もゼロじゃないけど。ここでジャンプの王道展開持ってきたな、うまいわ。乙骨が釘崎の一部を食べてればって意見もわからなくはないけど、乙骨が術式の理解って話もしてたし、何より五条の肉体すら同意を得てたのに、眠ってた釘崎の肉体を同意もなしに食べてたらそれはそれで嫌だからな。とにかく王道展開嬉しいよ。完結まであと少しってわかってるからこそ、よりこのお祭り感楽しめてる気がする。虎杖の経定剣からの黒線、やっぱ経定剣くん優秀だな。要所要所で本当活躍するな、経定剣。釘崎復活、経定剣、黒線のコンボは燃える。釘崎復活来た。しかも経定剣まで、真人戦もそうだけど、経定剣から黒線へつなげていくの良いよね。復活の釘崎の友なり、虎杖の最初の必殺技経定剣からの渾身の黒線、ずっと待ってた展開がついに見れた。野原の眼球食った乙骨が宿儺と五条の怠慢最中に友なりぶち込んでたら完封勝利できてない。釘崎復活嬉しいけど、友なり足す無料空所で宿儺戦早々に決着ついてたろ。今の焦り、スクナに派経定剣も黒線も回もどれも効くんだな。すまん、経定剣舐めてたよ。五条太の紫食らった時もそうだったけど、スクナの顔面がひどいことになってて笑う。痛快たどりの技って本当にどれも構えが一緒なのが、追い詰められれば追い詰められるほど恐ろしいな。死に際どころがガチで死んでたからこそ得られた呪力の確信かね。国戦決めて呪力への理解度は間違いなく高い側の術師だし、今までよくてビターエンドだろって思ってたけど、釘崎生きてるならハッピーエンドいけそうだな。貝で指吐き出してるし、結局吐いた指は虎杖が飲む感じかな。これで伏黒から宿儺剥がすことはできそうだけど、実際に宿儺消し切るにはどうするんだろうな。野原もあくまで破壊を目的にしないで、術式効果の見通しだから通っただけで破壊はできないっぽいしな。もう処理するなら虎杖が責任持つしかないのか。
スクナを殺す宣言って前回イタドリがなんかスクナを殺す技発動しそうな終わり方してたけど結局運ゲーだったってこと。まあでも指食ったイタドリが寿命でいけばスクナも終わりだろうから呪いと共に生きていくエンドって感じかね。このまま最後に努力友情勝利しろ。このまま王道の内容で最終回まで走ってほしい。その他の反応、唐突にお出しされたイタドリに寄りかかって寝るウイウイ、どういうことなの？ウイウイがイタドリに寄りかかって寝てるところでびっくりした。寝てるのは入れ替えしまくりでめちゃくちゃ疲れてるからみたいなことなんだろうけど、それはそれとして姉会にそこまで信頼を受ける関係になってる相手がいることに驚いた。何気に今週で一番驚いたのはウイウイがイタドリの肩で寝てたことを、前メイメイ以外の他人に気を許すようなキャラだったんだ。今週めっちゃ面白いな。最終回はどうなるやら。なんかのアルバムパロ、フジファブリックやね。剣士とキャラの性格がぴったりだな。ここまで皆さんの熱い反応をたっぷりお届けしました。釘崎の復活やイタドリの国戦、スクナの反撃など267話はまさに衝撃の連続でしたね。残り5話に向けて物語がどんな結末を迎えるのか、ますます期待が高まります。これからも一緒に盛り上がっていきましょう。それでは次回もお楽しみに。